ウエスト、重岡大樹、単身花火、今季一の突っ込み作が大人げのわけ。セクシー田中さん家政婦の見たぞの秋ドラマで求められる振り切った明るさ。ウエスト、旧ジャニーズウエストの重岡大樹、31主演のドラマ、単身花火、テレビ朝日系、土曜夜11時の第3話、月夜の密会シャルウィダンスが、 10月28日に放送される。10月21日放送の第2話、来ちゃった、浴室のランデブーは、登場人物のキテレツな言動に対するツッコミの嵐にもかかわらず、配信サービスティーバーのいいねが1.0万つくなど好調だ。同ドラマは、岩重隆の同名コミック、小学館が原作で、テレビ朝日とスマイルアップ、 旧ジャニーズ事務所の子会社である J ストームが共同制作する推しドラサタデー枠。妻子あるサラリーマン桜木春、重岡が単身赴任先の鹿児島で初恋の人、武田花、荒木優子29と再会し、資格関係に翻弄されていくラブサスペンス。第2話の内容は以下。春と花は互いに結婚していることを知るも、 ときめきをよみがえらせる。そんなある日、春は偶然喫茶店で、中学時代に春とに大モテ男と呼ばれた片山、田中樹二28が、怒ったように花に水を浴びせ、すぐさま彼女を抱きしめる姿を目撃。春は、これは不倫の修羅場、と激しく動揺する。その直後、春は妻ゆり子、 高梨林34と娘かな宮崎リリサス7が歩いている姿を発見。慌てて二人を呼び止めると、ユリ子は来ちゃったと微笑む。連絡もなく突然やってきたユリ子の行動にうろたつつ、春は夕食にとんかつをリクエスト。そこに花が通りかかり、とんかつ好きなんだ、と、春の耳元で囁いて立ち去り、という展開。 視聴者の X、ツイッターの反響は、とんかつを持って、来ちゃった、と笑顔で押しかけてくる、荒木優子が怖い、と次回予告での花の行為に恐怖を感じる声や、感情がぐちゃくやになってよくわかからなくなる。でも、なんか癖になる面白さなんだよな。こんなに常にバラの花束持ってる片山みたいな男いないだろ。www。 など花と片山のどこに向かっているのかわからない謎の行動に突っ込む声が相次いでいた。